この男は失礼な男なんですよね。いや、はい、今日は反応させてもらうんですけど、はい、どうぞ。学歴ってあんまり学歴と関係ないんだなっていうのに気づけて、学歴コンプレックスはなくなったかな。どうもこんにちは、春大リーメンバーのすずです。今日は学歴コンプレックスを抜け出せないとか、高学歴の人を見ると引け目を感じてしまうとか、そもそもあんま学歴高くないから大手企業受けるのやめようっていう人に向けて動画を撮っていきたいと思います。私は面接そんな高くない大東文化大学っていう大学に通ってて、普通に一生懸命就活して、まあまあ大手の会社から泣いてもらったっていう人間です。今は学歴コンプレックスとか一切守ってないので、学歴にコンプレックスがある人に向けてその不安を払拭しようっていう動画になっているので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。今日はダイアリーの学歴中代表の稲山くんに来ていただいております。いや、学歴中じゃないですか。学歴中です。この前もさ、なんか動画の時にさ、大学ディスってきたし、常日頃から失礼な発言がパターンで見受けられるし、本当にこの男は失礼な男なんですよね。はい、そういういちいち失礼な発言とか、はい、余計な一言多いっていう状態で社会人になると、はい、もうこの先私不安でさ、またの先生が、はい、普通にやめた方がいいと思うっていう、はい、ガチ？ガチ。ここも使ってない。これガチなんでね。動画とか関係ないと本当に稲山くん失礼なんですよ。誰に対しても余計な。いやいや、そんなことないです。いや、そんなことしかない。はい、本題に入っていくんですけど、まあ、学歴気にしてる人ってまあ結構いると思うんですけど、学歴とかよりもどれだけ本人が本気で努力できるかっていうのが大事なので、今それを気にして就活してる人は気にしなくていいです。じゃあ今日は反応させてもらうんですけど、はい、どうぞ。学歴って企業が学生を奮いにかける上で重要な指標だと思うんですけど、うんうん、違うんですかね。最初のエントリーシートの時点とかではまあ一定大事だと思うけど、その人に会ってないからまだ、はい、でも最終的にその人に合格が出るかどうか否かというところまでのフェーズまで行けば学歴は関係ないと思う、はい、学歴っていうよりも学力が大事だなと思ってて、だから企業はお金を払ってウェブテストを実施して奮いにかけてるから、まあ、もちろん学歴が高い方が取りやすいってことはあると思うけど、まあ、学歴というよりも学力の方が大事だと思う。確かに、別に学歴にかまけてウェブテスト勉強しないと、まあ、もう絶対だ。確かに、めっちゃ落ちますしね。多分勉強してください。その通りです。はい、実はなんか僕でも、うん、僕でもって自分で言うのもなんかおこがましいんですけど、このシーンも使ってね、絶対、はい、僕割と世間的に一つ橋で学歴高いって言われる方なんですけど、それでも割と危険を感じることがあるというか、東大生とか京大生とか、うん、あと理系の院生とかにあると、おお、なんか学歴だけみたいな感じで引け目感じちゃうことがあって、だから学歴コンプレックスって永遠に抜け出せないものなのかなと思うんですけど、シエ、うん、さんもないんでしたっけ。うん、ない。一切ない。一切ない。これ一切ない。はい、これ一切ない。はい、はい、シエさんはいつ学歴コンプレックスを抜け出したんですか。大学1年生とか2年生の頃まではもっといい大学行きたいなと思ってたけど、大学3年生の時に長期インターン始めて、はい、まあ、そのあたりから学歴気にしなくなったかな。あ、なんで長期インターン始めたら学歴コンプレックスが払拭されるんですか。長期インターンして営業をやってたんだけど、あ、営業として売れるなとか売った経験とか、まあ、その経験をもとに会社から内定もらって内定もらった経験とか、うん、他にもっと高学歴に成果出してもちろんいるけど、その人たちと比べても別に自分も同じ成果を出せるって分かった時に、一つ一つの成功体験があんまり学歴と関係ないんだなっていうのに気づけて、学歴コンプレックスはなくなったかなっていう。あ、じゃあもうひたすら行動しまくって、そうしてみると全然学歴とか関係ないし、もう大事なものはそもそも行動の量とか、うん、それからどんだけ反省を得られてそれをできるかみたいなところ、うん、行動して成果が出て成功体験積めば自信持てて、はい、自信持てたら学歴がどうとかっていうところをいちいち気にする必要がなくなるから、自信を持てるように何か行動するっていうのがすごく大事かな。あ、え、その行動が最初なんか起こせない人はどうしたらいいですか。起こせない、なんで起こせない人がいるのかがちょっとわからないわ。例えば今までバイトしかしてこなかった人って、うん、長期インターンとかフリーランスかなんか、その自分でめっちゃ働くみたいな経験をしに行くことにハードルがあると思うんですか、ね、あ、それは段階踏んでいけばいいなと思ってて、うん、バイトからいきなりフリーランスとかいきなり起業して稼ぐのっていうのは普通に難しいと思うけど、はい、長期インターンって、まあ、普通に応募して受かれば普通にアルバイトとかよりちょっと働くぐらいで、あ、まあそんな変わんないじゃん。でそれだん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 ちょっと難しいことしていけばいいかなっていう。長期インターンを高く見すぎてるというか、別にあくまでステップの一段階だから、うん、そんなに気負うことはないと思う、うん、全く気負う必要なし、とりあえず応募してください。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。とりあえず行動をしてくれないと思います。はい、行動して自信を持てれば、うん、もう自分に学歴コンプレックスがなくなるっていうのはわかるんですけど、うん、社会人から学歴で評価されることとか判断されることとかって避けられないのかなと思うんですけど、うん、そこら辺はどうなんですか。
社会人になって学歴で判断してくる人はそっちの方がやばいから、はい、大丈夫だと思う、はい、普通に。学歴気にするの大学生まで。え、学歴気にする人会ったことないですか？いない。いや、いるかもしれないけど、はい、学歴気にする人は、30とかにもなって、いつまで大学の話してるのっていう話じゃないですか、はい、普通に。なんで、学歴を見て、なんか言ってくる人のことは全く気にする必要ないなと思ってて、うん、まあ、言われても、あ、そうなんだって思えるぐらい自分が頑張っとくってことが大事かな。確かに。あ、じゃあもう普通に学歴気にする大人なんて存在しないというか、まあ存在しない。存在はすると思う。そう。言いはしないけど、うん、そいつはもう圧倒的に少数だし、うん、働く上で出会っていく人とか、うん、すごい人において学歴を気にする人なんかほとんどいないってことなんですかね。うん、うん、いないと思う。まだす。いないです。まあもちろんいい大学に行けたらそれはそれ行けるに越したことはないと思うけど、うん、いい大学行ってる人もさ、遊ぶ人は遊んでるわけだし、はい、自分が今から高校生に戻って勉強するかって言ったら絶対遊ぶし、うん、分かってても、まあ、仕方ないし、だから別にそこじゃなくて今何やるかっていう方が大事かなっていうふうに思いますね。なんでいつも稲山くんが学歴維持とかしてきて、なんかこういう動画撮ろうっていうのもまずちょっとムカつくなって思うんですけど、まあまあ、はい、まあいいですけどみたいな。ありがとうございます。いいですけど、はい、要はあんま日頃から馬鹿にしないですからね。そこを皆さん分かっといていただければ。いやいやいや、それは嘘よ。いや本当にしない。それはガチです。それはガチです。本当にしない。いや、ちょっとやめてください。カメラの前。カメラの前とかじゃないやん。いやそれは嘘よ。カメラの前もらわないでください。いやいや、持ってないで。本当にやめてほしい。持ってないで。うん。うん。あ、じゃあ言うね、これから。はい、あ、今の失礼だよ。あ、はい、お願いします。分かった。言ってあげるわ。はい、直していきます。直していこう。まあ、まとめると、学歴があんまりないって自信ない人は、結構そこで諦めちゃってる人がすごく多いなっていうふうに思って、自分の大学とか含めのその辺の学歴群の人は、結構もう、あ、もう無理なんだって思っちゃって、頑張らない人が結構ね、多い印象なんですね、私的に。でも、学歴がないから諦めるんじゃなくて、なくてもどうにかなる道は絶対にあるので、とりあえず行動して選択肢を知って、で自分の行きたい道を勝ち取れるように努力すれば絶対にこう学歴とかで判断されることももちろんあると思うんですけど、自分の行きたい道に行くルートはまっすぐだけじゃないから、他のルートもあるから、たくさんいろんなルートを探して、でそこに向かって頑張っていければいいなって思います。でそのために就活で、まあ、自分と向き合うとか、まあ、もちろんいい大学に行けなかったのは自分のせいっていうのは言ってあるから、なんで行けなかったんだろうとか考えたりとか、じゃあどうすればいいんだろうって考えたりとか、そのためにどういう行動を取ればいいんだろうって考えたりとか、いろいろ就活をする中で自分と向き合うことによって自分にとって一番正解となるところにこう近づいていけると思うので、まあ言いたいことは就活を一生懸命やるに越したことはないですよっていう話でした。結論も本気と行動のみ、はい、はい、行動のみです。これから皆さんが就活頑張ろうっていうふうに思えるようなコンテンツを旬ダイアリーではいっぱい投稿できるように頑張っていくので、ぜひ高評価とチャンネル登録とコメントもお願いします、はい、お願いします。コメントは返信させていただきます。はい、ちょっと学歴中って言われてるんですけど、僕もはい、よろしくお願いします。ということで本日の動画は以上になります。せーの、じゃじゃん。この動画で僕が学歴値って判断されないかと思われました。いやいや、だって学歴値、いや学歴値じゃないですか。学歴値ここも使うけど、いや学歴値じゃないです。学歴値だから、ね、本当皆さんあの信じてほしいんですけど、僕は学歴値じゃないです。いやそれは無理があるわ。いやだから結論、僕は学歴値じゃないんですか。いやもう別に学歴値は良くない、稲葉くんは。まあいいのか、うん、別に悪いことじゃないと思う。確かに、うん、だって頑張って一つ橋行ったわけだし。そうだね。本当だよ。終わり。ひどい。ありがとうございます。